はい、こんばんは、愛香です。今日はですね、予告していたトゥーフェイスド縛りメイクに挑戦していきたいと思います。今日ね、背景にも飾っているんですけど、先日アドベントカレンダーも開封していますので、興味がある方はこちらからチェックしてみてください。それでは早速トゥーフェイスド縛りメイクスタート。はい、それでは早速メイクしていきます。まず最初にこちらのアドベントカレンダーに入っていたピーチリップバーム使っていきます。今の時期ね、唇もほんと乾燥するので、これを仕込んでおきたいと思います。あまり厚みが出ずに唇に密着してくれるタイプのバームなので、リップもね、浮きにくくて使いやすいです。で、化粧下地なんですけど、下地もね、手持ちいろいろ種類あるんですが、今日はこちらのハングオーバーフェイスプライマー使っていきます。普通の白い乳液っぽいテクスチャーの下地ですね。これもね、甘い香りがしますね。すごくみずみずしい下地なので、まずこれをさらわっとね、全体につけておきます。で、次にこちらのマットタイプのプライマーですね。これがこういうちょっとシリコンっぽい感触の下地だったので、鼻周りだけこちら使っていきます。ちょっと部分用の下地みたいな使い方ですね。私はあと額と、あとこの辺りも毛穴が気になるので、こういったところにだけ仕込んでおきます。はい、じゃあ次ファンデーション。ファンデーションはおなじみのボーンディスウェイのアンディテクタブルミディアムフルカバレッジファンデーションのパールを使っていきます。これもカバー力かなり高いファンデーションです。で、私夏場はだいたいファンデーションの標準色ぐらいで、日焼けしない時期になるとブランドによっては標準色よりもワントーン明るいくらいのカラーを使っているんですけど、このパールは他社のファンデーションで言うと、まあ、標準色くらいの明るさかなと思います。パールっていう名前だけで聞くとね、かなり明るい色に感じるかもしれないんですが、これだと暗く感じる人も結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。あざ部分もほらカバーしてくれるんですよね。作り込んだ感を出すこともできるんですが、今日は大きめのスポンジで薄めに仕上げていきました。じゃあ同じくボーンディスウェイのコンシーラー使っていきます。かなりねサイズ大きいんですけど、これでコンシーラーです。こちらがね、バニラというカラーですね。チップすごく大きいんですけど、これでちょんちょんと置いて、今日はこの NARS の10番のブラシですね、こちらで伸ばしていきます。ファンデーションもなんですけど、このコンシーラーもカバー力非常に高いですね。私のあざは血管腫なので、秋冬気温が下がってくると色味がねちょっと黒っぽくなるんですよね。こう寒くなると顔色悪くなるじゃないですか。あれってこう血管が青っぽく見えるからだと思うんですけど、まああれと同じ要領で色が赤っていうよりちょっと黒っぽくなるのでカバーしづらくなるんですけど、このコンシーラーだったらこれくらいねしっかりカバーすることができます。結構たっぷり取っちゃったので、目の下のクマですね、この辺りも一緒にカバーしちゃいます。じゃあ次、お粉は新しく購入しました。ボーンディスウェイのエセリアルセッティングパウダーのトランスルーセントです。トランスルーセントタイプなんですが、見た目はこういうアイボリーカラーになっています。これをこのメイクアップフォーエバーの130番ですね。このブラシにたっぷり取って、ちょっとケースがちっちゃいのでティッシュの上で払いました。バーッと乗せていきます。いいですね。陶器肌っていう感じ。結構均一に仕上がったんじゃないかなと思います。で、次、ペンシルのアイブロウですね。チョコブロウアイブロウペンシルペン使います。これがディープブラウンというカラーです。これは太さも変えながら描くことができるので、全体をこのペンシルで仕上げちゃおうと思います。まあ、後でね、色味とか足したかったらアイシャドウを足していこうと思うんですけど、結構柔らかい芯なんですよね。なので面を使ってあげると広い面積一気に埋めることもできます。こんな感じで仕上げてみました。アイシャドウベースですね、アドベントカレンダーに入っていたものを使います。もう一度テクスチャーをお見せしておくとこんな感じ。一見ね色付きなんですけど、伸ばすとそんなに色味は感じないです。これも結構柔らかめですね。NARS のアイシャドウベースに感触が似ていると思います。私は下まぶたはもうコンシーラー仕込んでるので、アイシャドウベースはいつも使わないですね。よれちゃうので、こんな感じに仕上げています。で、ここの部分にねアイシャドウが落ちるんですよ。やっぱりマスクもするし、こっち今もなんですけど、私涙目ですぐ涙が付着してにじんじゃうんですよね。なのでここのアイメイクをせき止めるために、こちら購入品動画でも紹介したんですが、メルテッドチョコレートマットアイシャドウのココアクリームという、まあ、黄色っぽいリキッドのアイシャドウですね。これを使っていきます。これはアイシャドウベースみたいな感じで使うのにおすすめしてもらったもので、これ仕込んでおくと本当にねアイシャドウが落ちにくくなるんですよね。で、ちょっとほら黄みがあるおかげでくすみ感も飛ばしてくれるんですよ。なので下まぶたはねこれを使っていきます。まあ上もこれでもいいんですけど、せっかくねアドベントカレンダーにアイシャドウベース入ってたので上まぶただけそれ使ったんですけど、
下はね、色付きのものの方がコンシーラーが剥げたりしてもね、分かりづらいのでこれ使っていきます。こんな感じですね。アイシャドウをにじみにくくして、なおかつまぶたのね、色ムラを均一にしたい方なんかにはおすすめです。じゃあいよいよアイシャドウを使っていきます。まずこちらですね、クリスタルホイップスロングウェアリングシマリングアイシャドウのクラブキットを使います。これをね、もうメインカラーに使おうと思うので、ピッて感じにまぶたにのせて指でアイホール全体に伸ばしていきます。気持ち際部分を濃くする感じで、下から上に向かってね、伸び広げていきます。これがね、ほんとすんごく可愛いの、夢かわ系って感じ。ちょっと今薄めに塗ったんですけど、これくらいの発色ですね。もっと濃くすることもできるので、ちょっと左右のバランス見ながら重ねていこうと思います。これも密着力がね、非常に高いんですよね。なのでパウダーのアイシャドウと重ねてもね、使いやすいと思います。で、もうちょっと濃くしたいので、際にグリーッとのせて上に向かってぼかす、際にグリーッとのせて上に向かってぼかす。この手の色ね、そんなに似合うカラーじゃないんですけど、好きなカラーなんですよね。こんな感じ。そしたら次、アドベントカレンダーに入っていたデュオアイシャドウを使っていきます。で、これをのせていくブラシなんですが、じゃん、ミスターライトエッセンシャルズブラシ5点セットというのを買ったので、こちらを使っていきます。トゥーフェイスドのブラシね、めちゃくちゃ可愛いから欲しかったんですよね。なのでとりあえずこのセット品だけ買ってみました。このスモールシェーダーブラシでこちらのカラー取ります。下まぶたにのせていきます。こういう青みのある自分にあんまり似合わないカラー使うときは、どこかに黄みのある色を入れてあげた方が私は馴染むような気がするんですよね。今ちょっと上下がかなりちぐはぐなんですけど、こんな感じで下まぶたに入れておきます。じゃ次、ラージシェーダーブラシに変えてこちらのカラー、これを目尻側から重ねていきます。そうするとこれにちょっと黄みがあるので、さっきの上まぶたと下まぶたがこうパツンとね、分かれちゃってる感じが馴染むかなと思います。でもあくまでもさっき使ったリキッドのアイシャドウが今日はメインなので、大きめのこの柔らかいブラシでふわっとね、重ねていきます。ちょっと境界線ぼかして、じゃあここでリキッドのアイライナー使っておきます。カラーは本当にね、こういう普通のブラックですね。これをラインっていうよりはまつげの隙間を埋める感じで全体の際に細くのせていきます。で、上からまた違うカラーものせるので、ラインはガタガタでも大丈夫です。ちょっとスタンプする感じでペッペッペーっとのせていきます。次、ティックルドピーチミニアイシャドウパレット使っていきます。アイライナーブラシでここの2色ですね、これを混ぜながら取って手の甲でちょっとブレンドしてあげます。ブラウンだけだとちょっと深みが足りないなっていう感じなので、そこにパープルを混ぜるイメージ、こんな感じのカラーにしてのせていきます。これを際のとこですね、さっきのラインに重ねる感じでのせていきます。結構コシがあるので、こうスーッとね、これは描くことができるんですけど、ブラックが透けるのでこのまんまの色には出ないんですけど、ラインが黒だとちょっときついので、これで緩和させます。ブラシに余ったものをピッて下まぶたの際にものせていきます。そしたらね、この手の甲に残った粉をバーッと取って眉毛に仕込んでいきます。そうすると単色で仕上げていた眉に少し立体感が出るかなと思います。で、眉頭は薄く仕上げたいので、ブラシでぼかすようにしながら重ねます。で、こちらのブレンダーブラシでこのカラーとこのカラーを少し取ります。で、これも色味調節したら、これをノーズシャドウ代わりにこの辺りからのせていきます。いきなりこう鼻筋とかでのせちゃうと色が合わなかった時に直すのが大変なので、眉下あたり、このあたりからのせていくと失敗しにくいかなと思います。手持ちのトゥーフェイスドのカラーはあまりノーズシャドウに向いているカラーがないので、鼻先浮きそうなので、もう今日はここだけにしておきます。じゃあ最後、スマージブラシでこちらの明るいカラー、これを下まぶたにふわっと重ねていきます。じゃあまつげカールさせます。この人魚みたいなビューラーはね、タルトのものですね。ちょっとトゥーフェイスドのものじゃないんですけど、ブランドの世界観が似てるかなと思ったので、今日はこれを使っていきます。こちらはね、視聴者さんがプレゼントしてくださったものです。ありがとうございます。可愛いビューラーってなかなかないですよね。で、しかもこれ普通に機能的にもね、ちゃんと使えるんですよ。で、トゥーフェイスドのマスカラは結構ね、まつげを主張してくれるような仕上がりなので、まつげも根元からしっかり立ち上げてみました。
で、マスカラはこちら。はい、これもアドベントカレンダーに入っていたものなんですが、ダムガールマスカラ使っていきます。ボリュームの出るマスカラなんですけど、こんな感じ。ブラシもね、極太です。アドベントカレンダーになんと現品のマスカラが2本入っていたんですけど、もう1本の方はね、確か過去の動画でも紹介したことがあると思うんですよね。なので今回は初めて紹介するこちらを使っています。でね、思ってたよりそんなにこうボリュームが出すぎて、昔のほんとメイベリンのマスカラみたいにこうひじきまつげになりましたみたいな感じには仕上がらないんですけど、ただいかんせんブラシが太すぎて、ちょっと私の目に対してね、ブラシが大きいからコントロールがしづらいんですよね。特にこの目頭だったりとか、この下まつげですね、こういうところを塗るときに周りにつけてしまわないように結構慎重につけないといけないなっていうのは正直あります。でも思ってたほどボリューム出しましたっていう感じにもならないので、仕上がり自体はまあそこまで激しくなくていいかなと思いました。ただめちゃくちゃおすすめできるかって言われるとちょっと使いづらいと思います。こんな感じ。じゃあ次、チークですね。はい、チークはパパドントピーチインフューズドチーク使っていきます。こちらは以前視聴者さんがプレゼントしてくださったものです。ありがとうございます。これをね、この後使うハイライト用のブラシですね、これでのせていきます。結構しっかり発色してくれるチークなんですよね。なのでこんな感じでゴシゴシっとのせて、でそこに重ねるようにハイライトを使っていこうと思うんですけど、これ自体もかなりツヤツヤなので、シーリングとこのチークをハイライトみたいな感じで使ってもいいと思います。あまり幅を出さずに横長な感じで入れていきます。でもマスク生活始まってから本当私チーク入れる場所がね、だいぶ上に上がりましたね。このマスクの紐にちょっと重なりはするんですけど、少しマスクからねチラッとチークの色味が見えてくれるぐらいの位置に入れるのが好きです。はい、こちらのハイライトもね、一緒にプレゼントでいただいたものです。ありがとうございます。ダイヤモンドライトマルチユースハイライターのダイヤモンドファイヤー、これをさっきのブラシを払わずに取って、そのままチークを入れた位置より少し上の箇所に重ねていきます。反対側ちょっと眉下にも乗せて、それから鼻筋ですね。で結構白っぽくしっかり色が出るので、あまり長く入れずにここにだけ入れていきます。あと鼻先ですね。で顎先縦長にちょっと乗せて、最後に本当に少し余ったものを額に放射線状に乗せていきます。結構青み感のあるハイライトなので、普段ね使っているハイライトよりは入れる範囲を狭めにしています。じゃあ最後リップはリキッドのリップ使っていきます。こんな感じのカラー、まあ、パッケージの色とねよく似てるんですけど、まあ、ブラウミのあるくすみローズみたいなカラーですね。チューブみたいになってて先端のスポンジからにじみ出てくれるんですけど、これがねスポンジのサイズがちっちゃいから直接塗っても綺麗に仕上げられるんですよね。で輪郭にたまる場合はこう綿棒で拭ってあげるといいと思います。そうするとねこう均一に伸ばしながら余分なものを吸い取ることができます。ほら、ライン引かなくてもこんな感じに仕上げられるんですよね。そしたら最後ダメ押しでこちらのオーロラカラーのリッププランパーを唇の中央にだけ重ねていきます。これチップでそんなに大量には取れないんですけど、根気強く何回か手の甲に出したら、これを指に取って唇の中央にトン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 と重ねていきます。少しね中央にだけオーロラ感足しておきます。はい、こんな感じでトゥーフェイスと縛りメイク完成です。はい、いかがでしたでしょうか。今回は先日開封したアドベントカレンダーのアイテムを中心にトゥーフェイスド縛りメイクに挑戦してみました。やっぱりね可愛いよね、使っててこう気分が上がります。コメントでもトゥーフェイスドっていうと結構若い子のブランドっていうイメージがありましたっていうね意見なんかもいただいたんですが、キラキラしたアイシャドウとか本当クリスマスに向けて気分が高まるアイテムがねとっても多いブランドですので、機会があればぜひチェックしてみてください。今回の動画楽しんでいただけた方はぜひ高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。そして月額490円のチャンネルメンバーシッププログラムスタートしています。興味がある方はチャンネル登録ボタン隣のメンバーになるというところから詳細確認してみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。